はい、どうもシアンです。ロマンシングサガニューニバースやっていきたいと思います。いや、わかる。え、シュヤン、何このゲームどうしたって、今まで実況したことないじゃんって。わかるよ。でもね、やっぱりちょっとやってみようかな、実況って、このゲームの実況っつってもね、ガチャ回すだけなんだけどさ、結構ガチでやってるの、やり込んでるの。まあ課金額も100万は余裕で超えてるかなぐらいでやってるんだけどさ、今までツイッターでもほんのちょっとしか触れたことないし、実況を YouTube においては一回も触れたことないゲームなんだけどさ、今このさ、プレイ画面の右側にさ、ヴァンパイアレディ、シェラハ、ゴールデンバームっているじゃん。このキャラの3キャラのうちのヴァンパイアレディってキャラが俺大好きなので、めちゃくちゃ欲しいわけよ。だから今回ね、まあ、課金ももうすでにしてるんだけども、ガチャ回していく。まあ、どっかのゲームで一回話したことあるんだけどさ、9万爆死したゲームがこれなんだよね。このプレイヤーさんが言えばわかるんだけども、闇鍋ガチャがあったの、年末に。それで9万爆死しましたね。辛かったです。はい。でね、もうね、ステータスもね、もう正直知らない人から見たらうーんって感じなんだけどもね、まあ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 、おまあまあ強いじゃんぐらいのステータスなんだよこれ。まあまあねちょっとまあそんな誇れるほどじゃないんだけどさ、まあこんな感じで、うん、やっていくよ。ランクも結構高い方だよ。プレイヤー情報で見れるのかな。こんな感じ、こんな感じ。はい、まあやっていこうか。ガチャでこのガチャのヴァンパイアレディを引きます、今から。でね、このロマサガってね、ゲームね、ドットが可愛いわけよ。これ、このキャラあんま可愛くないんだけど、このキャラはね、また別で配布が可愛いから、まあ出たら入れ替えるかなって感じ。みんなこのキャラ狙いだと思う、基本は。そこそこ強いけど。で、これ、ヴァンパイアレディ。可愛くない？やばいんだけど。これのね、スタイル詳細。ほら、俺が当てたい気持ちわかるでしょ？もうこれは絶対引きなのよ。引かなきゃダメなわけよ。んで、擬人化？知ってる人は知ってるんだけどもね、黄色のスライムがなぜか擬人化してこうなったんだよね。予想外だった。でもドット絵が可愛いよね、真ん中の。なんか花嫁衣装っぽい。いいね、おしゃれ。欲しいな。でね、またね、伝わらない人には伝わらないんだけどさ、成長補正腕力に矢印がピュッピュッってなってんの。これ成長補正なんだけどさ、ヴァンパイアレディ今までハロウィンしかなかったのがやっと二重線でついたからで、より欲しいんだ。はい。じゃあもう専門的会話してもわからない人にはわからないからやっていくよ。わかる人にはわかるけどね。もうそのうち専門的な動画あげるかもしれない。うん、微妙。これでね、確定演出があるの。うん、ダメだね。うん、ダメだ、ほら。ちょっと残念だね。あのね、爆発するんだよ。爆発するとね、同じキャラ被ったな、今。爆発するとね、大当たりなんだよ。なんかすげえ被るんだけど。同じ人何回被った、今。本当に。ベアーさんが2体とアルベルトが2体出たな。まあ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 、最初はね。で、これロマサがね、天井があるからね。15000コイン貯めると、キャラ交換できるから。最悪引けなかったら天井だからね。うん。まあまあ、どうにかなるでしょ。で、この課金超お得なんだよ。6000個分優勝ガチャ課金すると、50連分回せるんだよ。だ20連お得。お、最高。いくよ。あ、やっぱ楽しいな。ちょっと好きなゲームやれるの嬉しいな。そのうちね、イケメンキャラランキングとかやりたいなって思う。あと、個人的俺の好きな女性キャラとかやりたい。うん、ダメだね、これも。まあまあ、そんなもんさ。あ、ダメだね。うん、微妙。うん、ダメ。あーはーはー。いいんだ。いいんだ。で、このゲームはね、エスレア？この銀色がエスレアなんだけどね。エスレアはそんなに強くない。ツイステとかはね、エスレア強いんだけどね。このゲームはエスレアあんまり需要ないかなって感じ。うん、これもダメだな。2匹なんか動物みたいなのが2匹走ってくるとね、あ、そこそこいいかなって展開。ああこれ、今バチバチ光ってんの。で、これで、キックで爆発したら、はい、来た !SS レア確定ね。SS レアこれで確定なんだけど、右の3体が出るかはまだわからない。来たらラッキー。あー、ホーク。あー、ダメ。当てれず。あー、違う。いや、4。お、あー、違う。残念、違います。愛車です。ダメダメダメ。6、7。お、お、マジか。目玉出たじゃん。まあ、正直、引かなくてもいいかなって感じだったんだけど。まあまあ、出たなら、ラッキーだな。やっと。でもこれ、
まずいな。ヴァンパイアレディ天井かな。あー、まあ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 。まあ嬉しいっちゃ嬉しいんだよ、シェラハ。可愛くない。可愛くないんだけどね。このゲームね、着せ替えがあるの。でね、スタイル着せ替えで、今回のお正月で配布されてるんだけどね。いた、シェラハ。シェラハと、これ可愛くない？これ、こっちで着せ替えできるの。だからまあこっちにしますかね。これとってもちょっとね、まあファンからしたら嬉しいんだろうけど、俺まだ原作知らないから、ちょっとこちらに変更ですね。はい。じゃあガチャ続きね。本命はヴァンパイアレディだから。いくよ。いや、絶対当てるから。微妙そう。おバチッと。あ、ダメか。ダメだな。このバチバチが来ると、S レア以上は確定なの、とりあえず。まあ、でもね、あれだけでも、SS レア出ることはあるから、ダメっぽいわ。まあ。でもこれで今、40連やって4000枚溜まってるからね。あと、1万1000貯めれば、なんだ。天井で交換できるから。天井コースだな、これ。なんかね、わかるんだよ。俺にはわかる。ひしひしと伝わってくる、このロマサガンのね、天井コースの感じが。お、これでも爆発する可能性あるからね。ないね。はい。おお、なあ、違う、ゴールデンバーム。これ全キャラ獲得じゃん、もう。可愛いけど、もう今ね、育成中、とりあえず。育てる気満々ではいる。あ、ダメだね。ああ、おい。おまんがんが。まあ。でも嬉しいよ。可愛いし。いいね。まだ全然育ってねえな。あ、まあまあ、でも。うん。100は超えてるから、ステータス。はーいし。じゃあ行こうか。今度普通に3000個使って回していくね。いや、無理かな。天井かな。いや、道中で拾ったらマジ最高だよ。ダメだね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。残念。はい、次行く。あー、白ウサギが出た時もなんか個人的に熱い気がしてるんだよね。ダメだこら。ダメだこら。分かってた。そんなもんさ。エスレアもないんじゃない？いや、1個は確定のはず。アルベルトー。次、もうどんどん回していくからね。もう作業ゲー。うわあ、誰も走ってこない。お、でもキックが。でもこれで爆発が。まあ。2、3、4。あ、でもエスレアの数は多いね。まあね、エスレアもね、覚醒素材っていうのに変えられるからね。悪くはないんだけどね。俺課金しすぎてね、覚醒素材そんなにいらないんだよね。マジ、もうガチ課金中だから。このゲームは。ダメだね。2、3、4、5、6、7、8、9、10。残念。あと60年やれば、確定で手に入るよ。足りるってか、石これ。課金、もう、足さなきゃダメじゃね？お、はい、はい、キック。今回の目玉、ヴァンパイアレディか、もしかして。俺、シェラハだと思ったのに。シェラハをさ、かなり序盤の段階で、違う。かなり序盤の段階で引くと思わなかったわ。ああ。まあ、道中で、ヴァンパイアレディ引く途中の道中で、ゴールデンバウムかシェラハ引けたらラッキーかなって思ってたんだけど、まさかの先に来たね、2体が。案の定だったね。あ、これ天井だ。絶対天井だ。5、6、7、8、9、10。どんどん回す。白ウサギ。爆発なし。もうダメだ、これは。もう暗い気持ちになる。おぉ、ゴールデンバーム被った。なんで、被ったら被ったで、覚醒素材になるんだよ。だから、まあ。でも、ゴールデンピースじゃねえわ。名前に釣られてる。ゴールドピースだ。ゴールドピース今2000枚。あ、でも2000枚しかねえんだよな。あと30連。今、石何個？あ、足りるね。天井まで足りるわ。おっしゃ。でもね、天井で出るパターンが一番最悪なんだよね。交換もできないしさ、1万5000個を覚醒素材としてするかぐらいのね、損があるんだよ。それもね、もし天井で出たら見せるわ。てか出てほしくないけど。天井で出るのはほんとやめてほしい。もうそこまで来たらトレードさせろって感じ。あと20連。白ウサギ。
お、いやーマジか、ここで出ても、うわ爆発した。いやーここで出てもなんだよな。もう来ちゃったんだけどって感じ。ここまで来てますけど私って。1、2、3、あいしゃ、またお前か。このキャラね、すごいセクシーで際どいよね。あまり強くないんだよね。もう結構古いキャラだから外れだね。外れ枠です。マジ？お、引いちゃったよ。本当にここで出んなし。あ、かわいい。かわいいけどここじゃない。すっごいここじゃない。写真撮ろう。なんでここで出んの？マジか。でも腕力育成できるからいいか。余ったんだけど。14000なんだけど。マジか。ちょっとこれはね、あんまり美味しくない。ロマサガ勢ならわかるけど、あんまり美味しくない状況だね。どうしようか。もう10連回すっていうのももったいねえしなってのがあるし。まあ、ここでトレードが安牌なんだよね。一応ね、余ったものはトレードに使えるの。で、これで覚醒素材。20個分。だ、悩むな。もう10連すれば、この15000一キャラ交換することで覚醒素材40もらえるんだけど、まあ、ゴールドピース配布してるしな。いいか。ヴァンパイアレディ、交換します。はい。かわいいです。で、見る？俺の推しキャラ。ね、知ってる人はね、共感して。ヴァンパイアレディの可愛さを。もう結構持ってるからね。リズもね、リズってキャラがいんの。このキャラ。このキャラも好きでね、もう全種類揃えてる。課金額。で、待って、ヴァンパイアレディ。あれ、こんな下なわけないんだよな。ステータス高いからもっと上だと思うけど。あ、いや。ほら。全部ね、もう全部紙イラストなのよ。これ A ランク。あんまりタンク高くないんだけどね。それでもこのキャラ可愛いんだよ。この状態でも。ほら、かわいい。イラストレーターさん全員一緒か？違うな。ここで変わってるかな？いや、一緒か？いや、多分違うよね。ちょっとあんまそこら辺詳しくないんだけど。ドットもね、ちゃんと全部揃っててね。このハロウィン仕様もかわいいんだ。あー、語りてえ。ちょ、ロマサガの動画これから出そうかな。ほんとハマってるゲームなの。はい。ということで、今回はガチャ動画ここまでとさせていただきます。まあね、知らない人は知らないんでしょうけども。知ってる人はね、楽しんでいただけたら嬉しいです。はい。それでは、シアンでした。またね。